カントリークラブは、栃木県那須郡那須町にあるゴルフ場である。那須高原を一望できる、旧山学旅館は、1922年、北海道選出の大儀士、三井特報によって創業された高級旅館で、敷地3000坪に、延べ1000坪の木造を2階建ての豪層中前だった。現在も残る館内の三0条時期の、五座所の間は、大正の終わりの昭和天皇が、 東宮の頃、この座敷から那須高原を見渡したという記念の日本まである。1925年、那須御用邸ができると、随伴の大臣などの高官たちは山楽に宿泊するのが習わしだった。その後、1953年、山楽旅館が経営危機に陥った時、富士製鉄株式会社社長の長野守の仲介で旅館を買い取ったのが、 木下商店社長の木下茂だった。木下商店は東京八丁堀の鉄屋で、八幡製鉄株式会社や富士製鉄の指定問屋として知られていた。1955年代、木下商店は貿易商社、木根山商となり、木下商店は不動産中心として残り、子会社の株式会社三楽を設立し、ゴルフ場の経営に乗り出した。 木下社長は名門の那須ゴルフクラブ会場設計井上誠一藤田金谷は土日曜日はメンバーだけがプレーするこちらはパブリックコースを作ろうと赤字覚悟でのゴルフ場計画だった1969年ゴルフ場の建設用地30万坪を買収しコース設計を富澤誠作りに依頼しその詳細設計を アサミ緑造プロが担うことになった。しかし、造成工事は苦難の連続だった、社長の東山田から一が剛腕だったことや、パブリックコースのため資金は不足した。その上、当期は造成工事を中止し、ブルトーザー数十台を動員して強行し、挙句には造成工事会社を倒産させた。1962年5月11日、造成工事は完成し、 18ホール、6860ヤード、パー72規模のゴルフ場が開場された。木下商店は、貿易会社である、米国から、ケンタッキーブルーの種を輸入して、コース全体に種を巻き、フェアウェイは短く刈り込んで、グリーンは、さらに短く刈り込んだという。だが、翌1963年、フェアウェイトラフはの芝に、グリーンは、ベント芝の調子に回収された。 ナス国際カントリークラブは、前身は、旅館、三楽が経営する、パブリックゴルフコースだったが、現在は、ナスも予定に隣接する、東急不動産株式会社が運営する、メンバーシップゴルフコースである。郵便番号325-0302栃木県、ナス郡ナス町大技高角平1792番地。ありがとうございます。